ビタミンレモンウォーター大好きすぎて、ほぼ毎日ぐらい飲んでたけど、飲まなくなって久々に飲んだら、あれこんな味だったっけってなった。ジュゴンです。ラストのショータイム。イタリアセリアショータイムが来週の月曜日に登場します。注目のショータイムになるのは、ディバラ・ラウタローオイルなんです。優勝したインテルから2名じゃないんだね。ここでディバラね。パートナー外れたのに、ローマね。さあ、まだ上限とブースターが判明してないので、判明次第書いておこうと思いますが、ディバラは OMF なんだね。普段は ST。 そこが変わったくらいで逆足ね、上がってほしかったな。今回のディバラのスキル、こんな感じ。ワンパスルパー手にしたね。なくなったスキルも大したことないし、スキルの完成度がシンプルに上がりました。特殊なものはつかないみたい。そしてラウタロ。今回のラウタロは逆足精度まで最高にされたので、最高最高ラインブレーカーになったね。まあ、ラウタロはぜひ、しっかりとした能力で。 毎回微妙になっちゃうからなただ今回フィジカル結構高めだスキルはこんな感じ今回スキルがめちゃくちゃ変わっていてフェノミナルフィニッシュ特別なスキルも持ってんですがダブルタッチコンカライジングシュートスルーパスアウトスピンキックフェノミナル含めて全て優秀スキル消えたスキルももちろんあるんですけど、まあ、闘争心がちょっと痛いかなって思うぐらいでラウタロはスキルが微妙って言われてたのもあるからこれはレベル上がってるよね最後は手折れなんです 帝王は今回左のミッドフィルダーが本適性になっているのとプレイスタイルが攻撃的サイドバックになっていますこれいいんじゃないスキルはこちらインターセプトブロッカーも手にしたしエッジクロス持ってるねトゥルーパスもあるなスキルが普段と結構変わったので、まあ、そこも印象的ですではここから付属ハイライトをランキング形式で紹介していきますレベル上限リークされてないんで実際のものは月曜日に期待値ランキングで紹介していきます こんな感じで毎週紹介やってるのでチャンネル登録・高評価まだの方はお願いします第8位このガチャ唯一の付属で初 FP ホワンバスケステンスは 184cm のメキシコのセンターバック左利きの選手だね波大きいのセンバです守備数値はま比較的あるけど、まあ、足元含めもうちょっと欲しいよねスピード瞬発も悪くはないんだけどスキルもちょっと寂しいんだよねまんまくインターセプトは悪くないけどせめてブロッカー綾バとまで持っといてほしかったね第7位はナポリからラフマニ この選手はオーバーラップが好きかどうか好み分かれそう。両サイドに薄い適性があるから、どっちかのサイドバック開けてあげてオーバーラップを消せれば、もうちょっと輝けそうかな。192センチ。サイズは十分。守備数値はしっかりと高く。あとはエアボト部分ね。フィジカル88、ジャンプも82と、まあ、身長ある分、ジャンプ80超えてれば十分でしょう。スピード瞬発、まあよほどの速さではないけど、悪くはないかなぐらい。こちらもスキルなんだよ。 マンマーク、ままブロッカー、ヤバトはいいけど逆にインターセプトがないのでまあインターセプトぐらい追加できる方はいいかもそして過去との比較過去ラフマニって実は週間しか出てないので育成できるタイプとしては今回初ですスキル追加をがっつりとしたいのであれば乗り換え検討でいいでしょうあとはチャンピオンズリーグでスキル違いなんかも出てるのでまあスキル追加するかによりますが乗り換え検討を考えましょうそして第6位はパシャリッチ2列目からの飛び出し八 188cm このサイズ感で逆足最高最高はあんまりいないよね 能力はっていうとテクニック周りはさすがかな。と言ってもドリブルは13振り。93、88、90のボールキープに。パス、決定力、キック力、この辺は80超えるね。もうちょっと身体能力が高かった方が良かったね。パシャリッチって実はスキルがちょっと寂しいんだよね。ワンパスルーパー、インターセプト、まあ悪くはないけどシュート系もなければアウトスピンとか、まあその辺もあってほしいしダブルタッチ、シュート系は一切ないからな。追加は結構しておきたい。このパシャリッチと比べるとベース能力時点ではナショナルセレクション。 こっちの方が高いね。まあ、上限は多分今回の方が高いそうですがボールダッシュボディコンとか大きく負けてるとこもあるんだよな乗り換えなしかな一応今期は週間 FP も出ています、まあ、スキルの違いもそんなにないし自分好みにできる点を考慮して乗り換えるくらいよねそして第5位はブラホビッチ 190cm のラインブレーカーで、キック力92、フィジカル94、この辺がかなり抜け出てて、結構魅力ですね。スピード瞬発もこのサイズ感の選手としては結構ある方で、85箱してくるような数値。決定力は86。ただこの選手は相変わらず逆足がやや低で、波大きいで、怪我耐性も低すぎる。ゼロなんだよ。 これがどうしても足を引っ張るかなジャンプの数値とかもうちょっと欲しいかな ?190 センチせっかくあるもんね。そんなところもちょっと不安要素かも。あとブラホビッチってスキルもりもりかと思ったら全然だったら6個しかついてませんし、今回は安心は悪くないけど、半分以上、あまり必須なスキルじゃないという。ミドルシュート、ライジングシュートもつけたいし、ヘッダーやバトとか、ワンパとかスルパとかいろいろ追加しないといけないので、枠が足らん。ブラホビッチ、トップ強化さんになってるので、上限を超えるか、そんなところがポイント。 あとは週刊 FP だね。まあ一応逆足がこのバージョンも上がっているので、そこを考慮するなら乗り換えらずですが、まあ自分好みのスキルとかつけたいなら乗り換えか。あとはボックスストライカー版が2種類週刊 FP として出ています。これは逆足上がってないバージョンだけど、もう片方はブースターが対応していて逆足が上がってます。どこを必要とするかで乗り換えが変わりそう。第4位、ミリンコビッチ・サビッチ。なんといっても2メートル2センチの守備的 GK になります。ただ波は大きいわ、足を引っ張ってます。 最近ゴールキーパー強い選手、POTS とかもたくさん色々出てるからな。彼の魅力は身長のみ。能力がね、どうしても25上限ぐらいだとあんまりなんだよね。彼はスキルもいいし、低弾道、高弾道、GK、ロングスローまでも完備。育成できるタイプとしてはリーグガチャで一度来起きてますね。上限はおそらく同じぐらいにはなるでしょう。ほぼトップ強化さなので、まあ、GK センス高いものでも十分かもしれん。さらに今シーズンは週刊 FPD にもなっています。スキル特に変わってなく。まあ、能力これぐらいなら、 ベース能力が高い特に上の方のベース能力が高い今回でもいいかも、まあ、無理して乗り換えるレベルにはならんかもそして第3位はサマルジッチ選手ナンバー10持ちの選手だね左利き CMF でナンバー10を消すこともできるのでナンバー10苦手な方しっかり守備性と思う方は CMF で使ってあげたい今回上限38と割と高めにしたんですけど前回もそれぐらいあったので同じぐらいにしておきましたスピードも最低限はあるね、まあ、サイズ感は結構あったり逆足が低かったりするのでちょっと不安要素はあるけど テクニック系、パス面の能力の高さと、スタミナも十分あるし。能力は結構強そう。スキルで言うとこんな感じで、結構ついてんだよね。今回紹介する選手の中で一番スキルが優秀かも。今回ミドルシュート、スルーパス、スピンポイントクロス、アウトスピン。ダブルタッチにワンタッチ系が欲しいかな。サマルジッチ、前回はエピックの付属できてますね。ベース能力が今回高いので、まあ、38上限までいかないかも。ちょっと低めになって35とかになれば、乗り換えるのもありかな。 今後契約が特に一年縛りとかなくなるから期間考慮とかにはならんかもしれんのよね上限次第そして第2位はジルク税リフトではジルク税登録名だからもうジルク税って言っちゃってるけど実際は何て言うんだっけもうジルク税に馴染みすぎてジルク税以外のね名前忘れちゃいましたけど1 9 3ンチリンクフォワードほぼハーバーツ略足も優秀だね 能力はスピード瞬発193でここまであるの珍しいな。キック力86にフィジカル90。スキルで言うとここからスパサブ効果乗るのでなかなかいいね。ライジング、ワンタッチ中とワンタッチバス、スルパスを持ってます。ダブルタッチ、ミドルシュート根幹。まあ、その辺が鉄板かな。さすがに35上限までいかないかもな。うん、スパサブもあるし30上限ぐらいになるかも。自力勢過去との比較、デコイラン版が週刊 FP で出ています。プレイスタイルの違いと一応スキルの違いは書いておきますが。 逆足で精度最高だったんだプレースタイルの好みによっては乗り換えなくていいねそして上限高かった35上限の前回のエピック付属やっぱり今回ベース能力が高いので30ぐらいの上限になるかな、まあ、ただスキルは一応増えていそうなので、まあ、そこ考慮して乗り換えるぐらいそんなイメージそして第1位は今回ザカニ3つのポジションができるウイングストライカーで OMF とかで使ってあげると無印で使えるの地味にいいよね 今回トップ強化はキック力で低かったところがしっかりと底上げされ86まで伸ばせますスピード瞬発も90くらいはあるしドリブル性能は結構高めでドリブルが95の数値グランダーパス決定力、まあ、この辺もまあ75のね大台はしっかり突破できるかあとはスキルかなダブルタッチスルーパス悪くはないけどちょっと足らんねえワンタッチ系とかピンポイントクロスとかミドルシュートコンカ何個か追加するものを考えたいそしてザッカーに過去との比較 上限割と高めなこの29上限のエピック付属は今回ベース能力がややがちぐらいほぼトップ強化さです上限同じであれば乗り換えてもいいかもねただ期間考慮とかもこれからないからな助言一緒なら上の数値分ちょっと高いから乗り換えてもいいか今シーズンはボックス2ボックスでブースター対応をされたこのバージョンもあったね一応スーパーサブも対応しているものになるので、まあ、今回それがありませんから 乗り換えなくていいと思うけど、まあ、もちろんもっとスキルつけたいなら乗り換えを検討するそんなところになりそう一応逆足が下がってます是非 f ピックついでにね当たったら育成してみてはどうでしょう今回以上ですではまた次の動画で